乗車くださいましてありがとうございます。今日も JR 東日本新潟からの特急やほ3号博多駅をご利用くださいましてありがとうございます。ご案内いたします車掌は博多運輸区の川内と小川です。終点の坂田までご案内いたします。どうぞよろしくお願いいたします。この列車ただいま始発新潟駅時刻通り発車しまして、これより止まってまいります駅とこの到着時刻をご案内いたします。次は豊坂です。豊坂11時10分柴田には11時20分中条11時29分高町11時36分村上には11時46分福屋12時14分厚見温泉12時26分鶴岡には12時47分余留根12時58分終点の坂田13時7分の到着です。列車は6両で運転してまいります。一番前の車両が1号車、一番後ろの車両が6号車です。指定席は本日前寄りの4両、先頭1号車から中ほど4号車、また先頭1号車前寄り半室はグリーン車となっております。本日中ほど4号車指定席に不在のため指定席です。お手持ちの座席指定券、特急券よく確かめの上ご利用ください。また本日この列車指定席満席とさせていただいております。いつもご利用くださいましてありがとうございます。また自由席は土寄りの2両、5号車、6号車の土寄り2両が自由席です。また自由席ご利用のお客様、本日混み合いまして大変ご迷惑をおかけいたしております。申し訳ございません。また座席の上にお荷物など置かれていますお客様、一人でも多くのお客様が座席をご利用になれますよう、座席の上の荷物は荷物棚などをご利用ください。ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。またこの列車にはワゴンによる車内販売員終点の坂田まで乗車いたします。どうぞご利用ください。また公衆電話や自動販売機の設備備え付けはございませんのでご了承ください。続きましてお客様に車内でのお願いをいたします。この列車はトイレ、デッキを含めまして終日禁煙です。お客様の禁煙に対するご理解ご協力をよろしくお願いいたします。また車内で携帯電話並びに携帯ゲーム機、音楽プレイヤーなどをご利用のお客様、携帯電話ご利用の際は音の出ないようマナーモードに設定の上、通話の際はデッキをご利用ください。音量への配慮などご協力をよろしくお願いいたします。また降りの際車内にお忘れ物、落とし物なさいませんよう荷物はよくお確かめの上お降りください。携帯電話などの貴重品類やお土産品類、また乗車券特急券などの切符類のお忘れ物が大変に多くなっておりますので十分にお注意ください。ご乗車くださいましてありがとうございます。次は豊坂に向かいます。
ご案内いたします。豊坂方面から参ります列車に遅れがございました。ただいまそのため速度落としての運転となっておりました。連絡が遅くなり大変ご迷惑をおかけいたします。申し訳ございません。また詳しい遅れ時分など分かり次第後ほどご案内いたしますので放送案内にご注意ください。次は豊坂に参ります。次は豊坂です。
豊坂でお降りのお客様、ご乗車くださいましてありがとうございました。まもなく豊坂です。列車遅れましてご迷惑をおかけいたします。申し訳ございません。豊坂駅2分ほど遅れて到着となります。車内にお忘れ物などなさいませんよう、荷物は今一度お確かめの上お降りください。ご乗車くださいましてありがとうございました。豊坂に到着いたします。1番線到着、お出口は右側です。次は柴田に停まります。次は柴田です。
柴田でおりのお客様ご乗車くださいましてありがとうございました。まもなく柴田、まもなく柴田です。お乗り換えの列車ご案内いたします。加治、金塚の順に止まってまいります。別線普通列車の浦上行き場、降り場車ホーム、同じく乗り場1番線から11時26分すぐの乗り換えです。加治、金塚の順に止まってまいります。普通列車の浦上行き場、降り場車ホーム、同じく乗り場は1番線から11時26分すぐの乗り換えです。月岡、水原方面、普通列車の新津行きは地下道を通りまして、乗り場は3番線から11時29分すぐの乗り換えです。月岡、水原方面、普通列車の新津行き、地下道を通りまして、乗り場は3番線から11時29分すぐの乗り換えです。降りの際、車内にお忘れ物、落とし物はなさいませんよう、今一度荷物などの上は申し掛け、次付近など、お荷物よくお確かめの上、柴田には1分少々遅れて到着となります。列車遅れまして大変ご迷惑をおかけいたしております。申し訳ございません。ご乗車くださいましてありがとうございました。まもなく柴田に到着いたします。1番線到着、お出口は左側です。